どうも皆さん、こんにちは、ほうです。トレーバーで車集めやっていきたいと思います。今回はワイルドスピードに出てきた車が捨てられてるということなので、それを取ってきて魔改造してピカピカにして集めたいと思います。そして今回はこちらのトレーラーを使って車集めやっていきたいと思います。このトレーラーめちゃくちゃすごいんです。ここにあるレバーを動かすことで、じゃーん！ 2 台が動く！すげー！めちゃくちゃ本格的。これは素晴らしいね。もちろん上げたりもできるし。なので、ここにね、壊れた車を乗せて、魔改造屋さんまで運びたいと思います。これは最高だね。いいぞ、これは。ということで、早速出発しましょう。株式会社トレバー工業になってます。で、そしてここにね、トレバーのアイコンがついてます。めちゃくちゃいいね。オッケー、じゃあ出発だ。行ってきまーす。まず1台目の車両はね、この海岸沿いにね、捨てられてるみたいです。さて、これはこっから行きますか。お、なんかみんな止まってくれるんだね、これ。すげえ。おー、あったぞ。これか、もしかして。すげえ、見つけたー。もうめちゃくちゃ海の近くだからサビサビになってる。そして、エンジンルームからもう煙が出そうになってるぞ、これは。すげえ。これは GT-R だね。なんてことだ。おお、なんだこれ、ニトロが積んであるのか、もしかして。すごすぎる。さすがワイルドスピードに出てきた車だ。これはちょっと魔改造したいですね。めちゃくちゃピカピカにしてやりたいと思います。じゃあまずはここら辺に車を置いてと。いいね、かっこいい。すげえ。荷台下ろせんのかっこよすぎる。オッケー、大丈夫だ。車をちょっと積み込みたいと思います。おお、すげえ、ロープがかかった。おお、やってるやってるやってる。すげえ、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいぞ、これ。やったー。おー、すげえ。やってるやってる。めちゃくちゃリアルだね。これで魔改造屋さんまで運んで、エンジンの改造と、そして車の車体ね、これめっちゃサビサビなんで、綺麗にしてもらおう。なんか車内はね、めちゃくちゃ綺麗だね。それはいいぞ。これニトロ積んでるかめちゃくちゃ速いに決まってるよね。よし、じゃあ早速魔改造屋さんへ出発だ。行くぜー。すごい、ここ砂浜だからね、気をつけないとタイヤが抜けなくなっちゃうかもしれないよ。うおー、登れるのかこれ。すげえ、頑張ってる。よーし、なんとか登れたー。いいぞ。イエーイ。みんなちゃんと止まってくれるからめちゃくちゃ安全にね、車運べそうだね。なんか荷台に乗せたら重たくなるのかな。めっちゃスピードが遅い。嘘、20キロぐらいしか出ないんだけど。あれ、これ以上スピード出ないのかな。よし、こっからスタートだ。あー、めちゃくちゃ重くてスピードが出ない。マジか。めっちゃ呪いね。20キロしか出ないとか。これ原付より遅いんじゃない。これは結構時間かかりそうだね。でもまあ仕方ない。ゆっくり行くしかないですな。お、下り坂になったぞ。お、ようやく57キロ出始めた。上り坂だと全然出ないね。ちょっとこのトラックのエンジンがあんまり良くないみたいだ。おー、すげえ、ここら辺からめちゃくちゃスピード出てるんだけど。よし、魔改造屋さんにあと少しで到着する。急げー。結構前に来たことがあるんだけど、ここでーす。到着だー。すげえ、いっぱいね、ここに車の部品とかあるんで、これでいろいろ改造できそうだね。すげえ。じゃあここに車をちょっと下ろしていきたいと思います。すげえ、かっこいい。おーし、いいね。完了。よし、今積み下ろしできましたね。あ、しかもこれ右ハンドルだったわ。すげえ。あ、一応エンジンつくわ。めっちゃ頑丈だね。オーケー、やったぜ。ここに置いときましょう。魔改造してもらおう。オッケー、じゃあちょっとね、2台目の車両を取りに行きたいと思います。なんと2台目はね、この辺りの自然保護区に捨てられてるみたいです。結構険しい場所だね。気をつけないとダメな場所だ。あー、なんか誰かキャンプしてるみたいだね。いいね。すげえ楽しそう。こんなとこでキャンプしたいぞ。いいね。キャンピングカー最高じゃないか。結構川の流れがね、きついので気をつけないと流されそう。あったー、これだー。すげえとこに置いてある。なんてことだ。あと少しで流されるとこだよ、これ。ロープが届いてくれたらいいんだけどね。あー、ちょっと待って、ひっくり返る。やめて、オッケー。あー、ちょっと待って、落ちるって、落ちるって、やめて、やめて、やめて、落ちる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 。あー、ちょっと待って。どうしよう、これ。あー、もう無理だ。あー、おー、使っちゃった、水の中に。すげえ、壊れないのがすごいわ、これ。じゃあバックします。よーし、なんとか戻ってくれたぞ。オッケー。危なすぎるな、これ。助かった。ということで、一回これ下ろしてみよう、荷台を。どこまで紐が届くのか、ちょっとやってみないとね。さあ、届いてくれ、頼む、行ってくれ。いけるか、これは。よし、なんとか下まで下ろすことができました。届いてるかな。お、限界までやってみたぞ。あー、なんかギリギリ届かない。あと少しだね。よし、この状態でバックしてやろう。おーし、いいぞ、これ。すげえ危ない状態だ、これ。怖すぎるな、これは。でもこれでなんとか紐をここに接続することができるはず。オッケー、いいぞ、やった、できたできたできた、すげえ、やってるぜ。紐接続完了。おー、どうなってんの、これ。下に行っちゃってるよ。下に行っちゃった。あー、壊れる、これ。まずい。急げ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 。あ、上に乗ってくれた、なんか勝手に。あー、やばい、落ちる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 。荷台を元に戻そう。車がもうめちゃくちゃ破損しちゃったね。ボンネットあたりがすごい損傷してる。オッケー、なんとかね、車乗せることができたぞ。おーし、やーべえ、これマジで滑る。ということで、なんとか脱出完了です。よかった。よし、じゃあ魔改造屋さんへ向かいましょう。すごいことになっちゃったわ、本当に。いやー、よかった。この車なんだろうね、スープラかな。なんかすげえ車だ。あ、なんかめちゃくちゃスピード出るぞ。さっきはめっちゃ20キロぐらいしか出なかったのに、これなんかすげえスピード出るようになってるんだけど。なんかこれペイントされてるね、この車には。錆びちゃってるからなんか分かりづらくなってるけど、若干何かのペイントがある。これも楽しみだ、復活するのが。どれぐらい綺麗になるんだろう。さーてー、到着。オッケー、いいぞ。さあ、下ろしましょう。ただこれもエンジンかなりぶっ壊れたんで、ちゃんと下ろせるかわかんないけどね。もうなんかもうすごいレーシング仕様になってるね。すげえかっこいい椅子が。オッケー、いいぞ。エンジンは動かないね。ダメだ。あ、動いた、すげえ。なんとか動いてくれたぞ。おー、もうだいぶ壊れてる、これは。さっきの車以上に。うわー、なんだこれ。ハンドルがめちゃくちゃになってる。これ直んなかな。おーし、いいぞ。オッケー、ここに置いとこう。あとは頼みます。これは結構修理が大変そう。よし、じゃあ3つ目の車両を見つけに行きたいと思います。さて、次の場所がね、判明しました。こちらです。うわお、これはやばいぞ。ギャング地帯じゃないか。なんてことだ。ここはバイカーギャングの拠点じゃないか。やべえ、あそこにいるぞ。先制攻撃。やば、当たらんかった。第2弾発射ー。当たってない。全然違うとこに飛んだ。まずい、来てるね、やばいね、めちゃくちゃいる。このギャング地帯めっちゃ人いるな。すごい量だ。花火ランチャー、やばい、やべえ。オッケー、いいぞ。うわー、めっちゃいる。なんだこれ。オッケー、いいぞ。さらに奥にいる。いいね。うわ、危ねえ。かすめた、今。そっちから来てる。いや、めっちゃいる。おし、いいぞ。もう一人いるぞ、奥に。よし、倒してやる。そこだね。やーてやる。やばい、来てる。後ろからも来てた。そうだ。オッケー。後ろから撃ってきてるぞ。そこだね、いたね。よし。うわー、めっちゃ来てる。発射ー。オッケー、倒した。ちょっと弾がなくなってきたんで回収しよう。なんとか全員倒したっぽいね。オッケー、いいぞ。あった、これか。もしかして車は。すげえ、これはラインエボかな。なんてことだ。めちゃくちゃサビサビ。ドアもね、なくなっちゃってるね。エボリューションって書いてるね。めちゃくちゃかっこいい。これはちょっと早く改造したいね。まずいね、パトカーに手配されてしまってる。急げ、早くしないと。まずい、もう保安官来ちゃってるよ。なんてことだ。ちょ、待ってね、待ってね、待って、待ってね。やめて、やめて、やめて。急げー。すごい、パトカー来るの早すぎるよ。ちょっと待って。急いで車を回収せねばならん。さて、あとは下ろしてと。そしてランエボをここに装着してくれ。できない？オッケー、いいぞ。積み込みやってます。やべえ、打ってきた。まずいな。うわ、やべえ、打ってきてるぞこれ。なんで待ってくれ。惜しいぞ。花火ランチャーでなんとかやっとこう。そこかーああ、もう武器がない。これ車の積み込み完了したみたいだね。おー、出発だー。行くぜー。どいてくれー。ドーンまずいて、ハイド3になっちゃったなんてことだ。この荷台もさ、全然積み込めてないんだけど、めっちゃ引きずっちゃってるよなんとか命からがらここまで来たぞバレてないみたいだね。よし、いいぞ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 。急げ。魔改造屋様であと少しだ。オッケー、着いたー。オッケー、車をなんとか降ろそう。おーし、なんとかエンジンは動くぞ。おお、すげえな。これめちゃくちゃスピード出るぞ。かっこええ。よし、やばいな。これめっちゃ撃たれてるオッケー、ここに車は置いておきたいと思います。魔改造屋さん、あとは頼んだ。僕は逃げますさよなら。ということで、ついに魔改造が完了しました。よーし、すげえ。めちゃくちゃ綺麗になってる。あのサビサビだった車たちがすごい生き返ったぞ。素晴らしすぎる。ということで、早速乗っていきたいと思います。さて、さすがロスサントスの魔改造屋さんです。さて、こちらの GT-R、 しかも右ハンドルというね、素晴らしい。おし、これを走らせてみよう。じゃあちょっとね、ライトもつけてと。おお、すげえ。めちゃくちゃ綺麗になっちゃってるよ。そして車内はこんな感じ。すげえかっこいいなんだこの車、めっちゃくちゃかっこいいぞ。コックピットみたいだ。おお、すげえ。めっちゃ速い。さて、どれぐらいスピードが出るのか、ちょっとやってみよう。いくぜー加速力が半端じゃないぞこれ。すごすぎる。速い。うおー、めちゃくちゃ速い。これ200キロいくんじゃないこれ。いきそう、200キロ。速いぞこれ。うわー、200キロいたー。すげえすごすぎるイエーイ。おお、すげえ。こんな感じでウインカーもつけることができるぞ。さて、おお、こんな感じだったんだ。よーし、エンジンもつけれた。おお、これもめちゃくちゃ速そう。よーし、出発だーすげえ。いくぜー。めちゃくちゃかっこいい。すごい、あのボロボロだったハンドルがもうめちゃくちゃ綺麗になってる素晴らしいな。これはめちゃ綺麗になってる。すげえなこれ。よーし、じゃあ戻ろうか。出発だー。戻るぜ。ライトもつけれる。オッケー、いいね。かっこいい。190キロ出てる。これも200キロいくぞ。いけ、やばいー。ドーンいやー、すげえ速い車だった。さて、最後の1台はこちらのラインエボだ。おお、めっちゃ黄色だったんだねこれ。錆びてて分からなかったけど、こんな感じでーす。すげえ。出発しまーす。いくぜー。おお、速い。加速がめちゃくちゃ速い。なんかこれすごいぞ。なんかわからんけどめちゃくちゃ速い。すげえ。なんじゃこりゃこれは余裕で200キロいくな。そして一輪車線。おお、めっちゃかっこいい。すげえこれはめちゃくちゃかっこいいぞ。最高だ。よし、じゃあトレパーの家まで帰ろうかな。おお、すごいスピードだ。オッケー、到着。締めよう。やったぜめちゃくちゃ綺麗にしてきました。オッケー。そして GT-R も登場だ。オッケー、到着。すげえさて、もう一台あるんですよ。それ持ってきます。よーし、ということで、今回ワイルドスピードに出てきた車両を3台集めてみた。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。